おかえり、クリスマスディナー作ったよ。見て見て。今日はね、クリスマスパーティーをしながら相談にアドバイスさせていただこうと思います。もしね、内容だけ知りたいっていう場合は、あの概要欄に目次を作ってあるので、そっちから飛んでね。先に相談から紹介します。女性の誘い方を教えてほしいです。例えばシチュエーション別で基本フレーズなどを数点教えていただけると自力で応用できるかと思いますので、よろしくお願いします。今回は誘い方教えてほしいっていうね、お話なんだけれど、まあ誘い方っていろいろありますよね。デートに誘うっていう場合もあるし、友達をどこかに遊びに誘うっていう場合もあるし、それからホテルに誘うとかね、誘い方によっていろいろあると思うし、フレーズ知っとくってすごく大事なんだけれど、例えば女性をホテルに誘うっていう時にね、すっごい雑に、今からホテル行こうよみたいな誘い方をして、全く無理かっていうと、そういうわけじゃないですよね。誘ってくる人とその時の状況によっては、行こう行こうってノリでついてくる子とかももちろんいると。つまりフレーズを知っておくってことは大事なんだけれど、でもフレーズっていうことは本質ではないということなんですね。だから、まあ、そのあたりも踏まえつつ今回ご紹介していこうかなというふうに思います。ということで、今日の目次はこんな感じです。フレーズよりも重要なことと、あとは断れないテクニックですね。では早速やっていきましょう。フレーズよりも重要なことっていう話をね、まずしようと思うんだけれど、もちろんそのさっきも言った通りね、言葉を知っとくっていうのはすごく重要なことなんですよね。自分の中に言葉のストックを持っておくっていうのはすごく重要なんだけれど、だけどですね、話をするときに相手にどれぐらいの割合で何が伝わるのかっていうのをね、まあ、とても有名なやつなんだけれど、アメリカの心理学者のアルバート・メラビアンが提唱した説ですね。これは話の内容自体は 7% ぐらいしか相手に伝わりませんよ、なんですよね。で、声の大きさとかトーンですね、身振り手振りに関するものが 38%、 そして見た目が 55% ですね。つまりフレーズ、話の内容よりも身振り手振りであったりとか、自分の外見ですね、そっちの方が大きく伝わるよということなんです。だからどういう内容を言うかではなくて、どういう言い方をするか、そっちの方にやっぱりね、しっかりと時間と、まあ、労力を使った方がいいですよということです。ここで本日のメニューを紹介していきます。じゃじゃーん。ちょっとあんまり傾けると危ないんだけどさ、すっごい美味しそうじゃない？ポイントは人参の飾り切りです。ポーチドエッグとね、こんな感じです。美味しそう。ちょっと後で食べてみようね。よし、では次ね、断れないテクニックっていうのをお話ししていきます。まず一つ目、男としての魅力です。これは男としての魅力を見せるってことなんだけれど、やっぱり自分に自信がある人とか、自信に溢れている人からの誘いって乗りやすい。反対に自分に自信ないんだなとか、声かけるときにすごいおどおどしてるなっていう人の誘いってやっぱり乗らないんですよね。だから、まあ、心の中ではおどおどしててもいいし、ドキドキしててももちろんいいんだけれど、でも態度は男らしく誘う、まあ、自分が思うかっこいい男の人の誘い方ってどんなのかっていうのをまずイメージして、そんな自分になるように、まあ、そんな風に見えるように誘うっていう風にしてください。次のメニュー紹介はこれにしよう。じゃじゃん。これ超可愛くない？ポテトサラダ、ブロッコリーツリー、ちょっとツリーっぽくね、してみました。かわいいよね、クリスマスっぽい。なんかちょっとね、トマトがないと森っぽかったんだけど、いい感じになっております。よし、では次2つ目が安心です。女性を誘う時っていうのは、この人は私のことを傷つけないんだろうなというふうに思わせるっていうことが大事なんですね。自分のことを傷つけるかもしれない、特にね、ホテルに誘うとかナンパとかもそうなんだけど、一回きりで終わりそうやなとか、この後自分のことを適当に扱いそうだなって思う人の誘いってやっぱり乗らないんですよね。
だからこの人とは長くいい関係を築けそうだなっていう安心感を相手に与えるっていうのが大事です。これはまあ友達として誘う時もそうですね。その安心感をどういう演出で出すかっていうとこなんだけど、基本的には次のデートの約束をするとか、次遊びに行った時の話をするとかっていう、次につながるっていうのを匂わすってことが大事かなと思います。まあそれだけで安心する子っていうのは多いかなって思います。次のメニューはじゃん、ローストビーフです。超美味しそう。アップに耐えれるビジュアル、やばーい。よし、次3つ目がすり込みです。相手を誘うとかっていう前に自分の価値観を相手にすり込んどくっていうのは結構重要かなと思います。例えば女性をホテルに誘うっていう場合ね、その前段階として自分はすごくいいなって思った子でも、先に体の関係を持つと、でその先に付き合うっていう形にしないと、やっぱりこう付き合った後で違うってなりやすいから、だからそんな風にしてるんだよねっていう話をしとくとか、女友達をデートに誘うとかっていう場合も、男女で出かけるって普通そうだよねというふうに自分の価値観を相手に対してちょっとこう小出しにしておく。でそうすることによって、あ、この人はこういう考え方なんだなとか、あ、それって普通なんだなっていうふうに思わせといて、そっから誘うっていうふうにすると成功しやすいです。次がこちら、よいしょ。まあ、これ作ったわけじゃないんだけど一応紹介しとくと、ケーキです。めっちゃ可愛いよね。いい匂いする。よし、おいし。じゃあ最後4つ目、ときめきを感じさせるです。私ね、過去に出した動画で女の子をホテルに誘う時のテクニックっていうやつ出してるんだけど、あの興味ある方はねそれ見てほしいなって思います。概要欄にリンクを貼っときますね。でその動画の中でお店出たら手つなぎましょうっていう話をしてるんですよ。手つないだら女の子もどこ行くってうすうすもう分かってるんですね。分かってんねんけど、え、なあなあどこ行くんとか、この後どうすんのとか分かってんのに聞いてくるんですね。でそういう時に何て答えるかっていう話なんですけど、これはね、内緒って言った方がいいです。だからその方が分かってんねん向こうも、だけどときめくんですよね。まあ、そんな風に、デートに誘う、そのホテルじゃなくってね、友達としてデートに誘うっていう場合も、どこ行くって聞かれた時に、もちろんその例えば山登りとかだったら絶対に装備いるから、そういう時は言わなきゃいけないけど、そうじゃない場合っていうのは、内緒って言った方がときめきを感じるっていう場合もあるので、まあその子がヒール履いてる子で、すごく歩くようなデートに誘うとかはダメだけど、そうじゃないなら内緒っていう言い方をすることで相手の気持ちを盛り上げるというテクニックもいいかなと思います。ではここからは妹と一緒にね、この作った料理を食べていこうと思います。おいしい。どうする？こっち座って画角変える？ちょっと座ろうよ。こうやってさ、こっちから撮ったらよく。待てやん。これ。もうちょっと行く？いや、多分もうちょっと近い方がいいかも。よし、ではやっていきましょう。イエーイ。イエーイ。開けれるこれ？怖い。ちょっと開けて。これパーンとか言う？分からん。私でもな、思い返してさっきめっちゃ振ってた。やばい。思い返してごらん。あ、これ。嘘。あ、開いた開いた開いた。いやあ、あ、どうぞ。入れすぎじゃない？絶対入れすぎ。そうなん？もっとこう半分ぐらい。半分ぐらい？ごめん、ちょっとシャメリーの作法知らんくて。お酒ってこれぐらいじゃない？確かに、おしゃれだわ。なみなみ。乾杯。あ、これ見せてなかった。
これ可愛くない、このちょ、いけるわこのこのね、いや、何から食べる？え、ちょ、自信作のローストビーフから。 ありがとうございます。見て、妹作ローストビーフ作れって言われた。やばい。あの、こないだ作ってもらった時にすごい美味しくって、いただきます。それがつい3日前ぐらいもう一度おかわりして、うん、うまい。で、これタレかけてる？かけた、さっき。でも、もうなんか染み込んでいったから見栄えあんま良くなかった。美味しい、美味しい、うまい。イエーイ。え、これ崩す？このポーチドエッグなるもの。どうかな、見栄え的には、うん、いやでも、うん、黄身固まってる説あるから。あー、確かに。なんともおっぱいの方が揺れてる。難しい。え、崩すのもったいないな。周りのビーフシチュー食べるわ。うん、うまくできてる。ビーフシチューは姉作、私作です。いい感じ、うまい。人間だった、ごめん。卵割らへんの？え、割れるかな。ちょっとそのまま待ってて。このまま待っててって結構鬼や。また割れる。切ります。お、お、全く映ってない。うん、美味しい。これは買ってきた。あの、おしゃれに見えそうな、一番おしゃれに見えそうなパン。イオンで買ってきた。ちょっとブロッコリー食べようか。でもこれ崩しちゃうのもったいないな。かわいいわこれ。それこそ硬いかも。いや、今ちょっと思ったよ、うん、やっぱさ、やばいと思う。ビジュアルを撮ったもんな。そんな感じでね、そんな感じでね。ちょっとさ、さっきのさ、このさ、シャンメリー事件からさ、立ち直れてないんけど。爆発事件からちょっと立ち直れてないからさ。みんな知ってる？冷やさなあかんって知ってました？いや、びちょびちょになったね。びちゃびちゃになった、うん、でも袋にはちゃんと大きく冷やしてからお召し上がりくださいって書いてあった。書いてた。でも、うん、冷やさんかったら爆発するでって書いてくれへんかったら冷やさへんと思う。そうやな。ちょっととびっくりしたね。びっくりした。シャンメリーは冷やしてください。いや、本当にシャンメリーは冷やしてください。じゃあそんな感じで終わりましょうか。終わりましょうか、うん、皆様良いクリスマスを。良いクリスマスを。